はい。基礎から学べるバレーボール上達の阿部です。今回も、サーブについてなんですけども、前回とね、前々回はサーブをね、打つコースについてとか、サーブをね、人を狙う位置について説明をしたんですけども、今回はね、サーブをね、狙うときに、どこのね、位置からどこをね、狙ったら、相手がね、サーブレシーブがしにくいかっていうね、サーブのね、位置に対して、相手のね、サーブレシーブがしにくい角度っていうのを説明をしたいと思います。じゃあ、ボードを使って説明したいと思いますけども、サーブレシーブっていうのはね、仮に、ここでね、サーブレシーブをするとしますよね。で、この人っていうのは、で、この位置にね、セッターがいるとするじゃないですか。で、この人が、このままね、まっすぐ、サーブを打つと。まっすぐね、サーブを打つとすると、で、セッターはね、ここの位置なので、この角度分ね、サーブレシーブをコントロールして、サーブね、ボールをね、上げなきゃいけないんですよね。で、仮に、この人はね、こっからサーブを打って、この人をね、狙う場合っていうのはね、このまっすぐ、サーブを打ちますと。で、セッターがここにいるので、あんまりね、角度ね、手の角度っていうのを変えずにね、セッターにね、ボールを返すことができるので、角度はね、あまりないっていうね、レシーブイコール、サーブカットがしやすいですよね。この角度がね、大きければ大きいほど、手をね、動かして、サーブレシーブ、面の位置をね、かなりね、移動ね、変えて、レシーブをしなきゃいけないので、サーブレシーブが難しいっていうことになるんですよね。なので、で、こっちの人がね、サーブレシーブがしやすいっていうパターンっていうのは、こっちからこういうふうにね、サーブレシーブをすると、こういうふうにね、サーブレシーブをするので、こっちから打つより、こっちからね、サーブを打った方が、角度的にはね、ないので、こっちから打つ方が、こっちの人はサーブレシーブがこっちにセッターに返しやすい。で、まっすぐ打った方が角度が強いので、セッターには返りにくいっていうね、特徴があるんですよね。これをね、利用して、なるべくね、セッターの位置にサーブレシーブをね、しにくいようにサーブをするんだったら、こっちの人をね、狙うとまっすぐね、狙ってもらえれば、角度が強いので、サーブレシーブのね、面がつきにくいので、サーブレシーブがミスしやすいっていうことになります。で、この人を狙った場合っていうのは、まっすぐね、サーブレシーブっていうのをすると、すぐね、返ってきちゃうので、サーブカットがしやすいので、このね、まっすぐっていうのはあまりおすすめしないんですけども、セッターはね、でも後ろからね、サーブレシーブがするので、トスはしにくいっていう特徴があります。サーブレカットはね、しやすいんだけども、セッターはね、後ろからボールが来るので、セッターのトス上げにくいっていう特徴があるので、どっちを取るかなんですよね。こっちからこっちの人を狙うっていう時には、サーブカットはしやすいんだけども、トスが上げにくい。で、こっちはね、サーブカットがやりにくいんだけども、セッターはね、自分の真正面からボールが来るので、トスが上げやすいんですよね。なかなか難しいですよね。こっちからまっすぐこう打ってくるサーブっていうのは、サーブカットはやりづらいんだけども、角度があってやりづらいんだけども、セッターは自分の真正面からボールが来るので、セッターはトス上げやすい。で、こっちからまっすぐ打つ場合には、サーブカットはね、セッターに上げやすいんだけど、セッターがボールから後ろに来るので、セッターが上げにくいとかっていう特徴があるんですよね。今ちょっとサーブカットとね、セッター、トスの上げやすい、上げにくいっていうのはちょっと混ざってね、説明をしたんですけども、で、私がね、説明したいのは角度をですね、角度をね、いかにね、つけながらサーブカットさせた方がサーブレシーブはしにくいと。ここね、サーブ打ったとすると、セッターがここにいて、やっぱ角度がね、強い分サーブレシーブがしにくい。仮にこっちだったら、こっちからこうの方が、ね、角度が弱いので、サーブレシーブはしやすいし、セッターもトス上げやすい。で、こっちからもね、サーブカットはね、基本的にはね、真正面を向いてなくて、やっぱりサーブはね、サーバーがここにいたら、サーバーの方をね、向いてるので、レシーバーはね、こっち側を向いて、サーブレシーブをするので、こうのこうなんで、まっすぐね、そのまままっすぐ返せば、まっすぐね、ボールが
行くので、サーブレシーブはね返しやすい、でも後ろからなのでセッターはトス上げにくい。こう打つとサーブレシーブはしにくいんだけども、セッターはトス上げやすい。こっちからこっちだとサーブカットはねまっすぐな真正面なので、サーブカットはね角度はなくてやりやすいんだけども、セッターはトスが上げにくいっていう特徴があります。どっちを取るかなんですよね。セッターの上げにくさを取るんだったらこっちにサーブった方が、ね、サーブカットはやりやすいんだけどセッターがトス上げにくい、こっちはサーブカットがしにくいんだけどもセッターが、ね、真正面からボール来るようになってくるとね、セッターがトス上げやすいみたいな感じになるんですよね。で今回ねサーブレシーブをねしにくいって話をしているので、基本的にね角度がある、セッターがこっちだったらこっち側にね角度があるようにサーブねを狙ってもらった方がサーブレシーブがしにくいと思います。で私がねサーブレシーブでよく思うのが、右利きだったら右側のねサーブレシーブっていうのがしやすくないですかね。こっち側とこっち側でレシーブするときに、やっぱ利き腕の方にサーブレシーブをすると、ね、サーブがねレシーブがしやすいっていう特徴があると思うので、この人がねその右利きだったらでこっち側ねレシーブがしやすいので、こっち側をね狙った方がもっとねサーブレシーブがしにくいっていうことだと思います。まあ、こういう人がね移動してね移動してしまえばあれなんですけども、まあライン際っていうのはねサーブレシーブはしにくいと思うんですけども、基本的にはね利き腕と逆側のねサーブを狙うとサーブレシーブがしにくいっていう特徴があるので、なるべくだったらねなるべく利き腕と反対側をねレシーブさせるようにサーブってもらったら、なおさらねサーブレシーブがしにくいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ今回なんですけども、サーブね狙う位置に対してセッターとのねその角度についてサーブレシーブがねしやすいかしにくいかっていう説明をしました。はい、動画についての質問、バレーボーイズの質問はコメント欄にお願いします。動画が良かったら高評価ボタンお願いします。チャンネル登録したい方はチャンネル登録もお願いします。 Twitter、LINE アットしています。よかったらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以外でバレーボールのブログやっています。下にねリンク貼ってます、よかったら見てください。明日も動画あげますから、お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。